はい、もこと申します。なんかパズドラのゲームがスイッチなんか100円になってたんで、ちょっと買ってみようと思います。もともとが500円って、まあ結構格安なの。さらにその500円から値下げして100円になってる。これ一体どういうゲームなのかというのをちょっと知りたいので、購入確定で行ってみましょう。いや、パズドラって言ったら俺もう一時もう死ぬほど課金しとったからな。なんか曲芸師みたいな出てきたあたりで、もう死ぬほど曲芸師当てるためにも課金して、あと赤ソニアとか青ソニアとかをめっちゃ当てに行ってた記憶がある。いや、ちょっとこれやってみよう、パズドラ。100円になったってこれどういうことやろね、これ。ガンホー。なんかガンホーのロゴ見るとなんか千葉ロッテマリーズ思い出せないけど。このゲームね、データの保存を行っただけでアイコンが表示されることになります。OK です。いや、パズドラやるのちょっと久々やから楽しみやな。やっていこう。A ボタン押してください。スタートしましょう。さあ。あ、OK。うわぁ、パズドラといえばこのタイトルやんな。このオープニング曲。何これ。ものすごい過酷語ある。日本で行きましょう。はい。日本語がいいです。設定しました。すごいね。なんか、かなりグローバルなゲームやな。ちょっと待って、俺最初からなんかめっちゃ強いの持ってるやん。バステとおる。バステとヤマトタケル。で、もう一人やつ、何だっけ、オシリスみたいなやつや。イシスや、イシス。うわー、ナッツ。え、これスマホよりもなんか画質ええし、ええやん。3コンボ以上パワーアップする消し方。はいはい、モンスターの2文字、これ説明やな。ドロップの消し方、これが君が操るドロップだよ。ドロップは同じ以上、縦か横に3つ以上揃えると消せる。おーい、じゃあ消したろうぜ。しかも3色しかないからさ、なんかぷよぷよの階段積みみたいになんかもう出来上がってるやん、連鎖これ。いきますよ。いや、これでしょ。気持ちいい。で、さらに俺こっから。え、何離さなきゃいけないの。いや、まだコンボできるってこれ。上のなんか緑とかも繋がりそうやん。まあ、ちょっとこれでいくか。6コンボ。おーい、オーバーキルも程があるやろ、これ。一番弱いキャラやん、このスライムみたいなやつ、パズドラで。いきなりすごいコンボだね。ドロップを3つ揃えて消すと、消した色と同じ色が、いや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 、これ、そう、同じ色に対応したやつが殴んね。だから、青のドロップ消せなかったら、真ん中の2匹は攻撃せえへんねんな、確かパズドラのルールな。あ、これは緑のドロップを5つ揃えて、あ、そっか、全体攻撃になるんや、これ。確か緑。こう横、これ、5個以上繋げると、その色のやつが全体殴るから、これも大事っていう。なあ。で、その横一列やとなんか 2.5 倍になるとかあんねん。3個も以上したら5倍とか、なんかキリンとか昔おったやな。もう言っとくけど、俺普通にガチなんで、俺も言っとくガチです。ガチでいきます。はい。これでどうですか？落ちコンもしっかり計算してる。お、いいいいいい。あ、落ちコン。落ちコン来たー。はい、余裕。やっぱパズドラ久々にやってみたけどクソおもろいな。うま、俺うまいけど、なんかチュートリアルもうええねんけど、俺もう全部知ってんねんけど。あ、ガチャ回せる。来た来た来た、みんな来たぞ。ガチャてか課金とかあるんかな。何これ、ちょっとガチャの演出がなんか豪華なってるやん。え、飛んでった。いや、これはもうさすがにウルトラレア。え、金玉出た。出た金の玉。でも最近のパズだったらレインボーがあんねやろ。うわ、え、アバターブラフマ。アバター、アバターとおまけをゲットだよ。ゲットしたのプロ、あの、ごめん、アバターじゃなくてモンスターが欲しいんですけど。アバターいらんねん。モンスター欲しいの。何、びっくりした。なんか今家に誰か来たと思った。インターホンの音に出た今。出る出るん出る出るんで。あ、これ赤ソニアのやつや。ヒロインガチャ2、ドラゴンと伝説の勇者ガチャ、ドットガチャもある。ゴッドベス、懐いな。ゴッドベスの日程を俺、だって Google カレンダーに入れてたもん。この日はゴッドベスやから絶対課金するぞみたいな。で、これ引こう。あ、ちゃんとやっぱ、1000円、ちょ、うん。1000円って何？ 1000 円って、ちゃんと1000円かかんってこと。あ、じゃ、いや、引きます。1000円引こう。ここはもう、踏ん張して。これ残高あるからちゃんと。あ、来た。課金してもうた。なんかでも、魔法石何個分って表記がよかったな。なんかお金って生々しいやん。さあ行くぞ。5連ガチャや。何この演出。うわ、すごいすごい。飛んだ。飛んでった。何これ。全部大当たりやん。え、こいつバルキリーじゃなかった。いや、だからアバターいらんねんって、俺。なんでアバターやねんって。モンスターくれ、モンスターを。あ、これは？これ、アバターってのは要モンスターのことなん、これ。これ、フレイ。チーム、フレイチーム。
ロキおった。なんかロキってなんかあれやったっけ、なんかあの何コンボしたらみたいな。何これ、変な来た、変ななんかクラゲみたいな。天陽神アテン、え、曲も当たった。え、ちょっと待って、なんか俺ガチャもう一回もっと引きたいって。なんか分からん、もうヒロインのやつええやん、これこれで。なんかあ、500で、そお金の表示やめて、500円っていった。よし行くぞ、一発100円のガチャ。さあ空を飛べ、とんでもないの出ろ。なんかあの昔流行ったあれだったかさ、あのあれ、あそう、レインボーが3つ、怖い。なんか、え、なにこれ、多角流のデジタル原子ガシプリム。あ、チームが当たる、これチームが当たんのか。あ、エスカマリア、ナッツエスカマリ、白と黒がおらんかったっけ、エスカマリって。あ、チームエスカマリ。あ、こいつの頃がなんか、あ、アスタロとか、なんか俺昔ハクやったっけな、ハクとか、なんかカレン、カリンとかキリンとか好きやったわ。うわ、ラジエル、ラジコン来た、ラジコン。 BGM ラストバトル、光と闇のシンフォニー。あ、こういうミュージックも聴けると。レインボー、誰やお前、バレリア、チームバレリア。チームこれレジェンドを引くとチームが当たってみたいな。冒険モードってやつでいいんかな、2人で競技、まあ、1人やろう。あ、ゼピウロス草原あるやん、旅の始まり。あ、あのモンスターはこれどうやったら変えられるんだ。 なんかすごいパーティー持ってんねんけど、いつまにか。んこれ結局ストーリーは固定なんか。え、じゃあこの炎デッキでいこう。え、俺が当てたやつってやっぱアバターなん、ただの。いや、もうちょっと頑張ってみよう、いきますよ。うわ、久々のパズドラちょっと楽しみやな。3色しかないぞ、あれ、パズドラって普通5色あるんじゃん。まあ、じゃあいいや、じゃあ俺の華麗なさばき見せてろ、さばきを。これ斜め色とか、斜めって見れたっけ、斜めいけなかった、え、斜めいけたよな、あれ、スマホ版のパズドラ確か斜めあんねん。ただなんか指長、指長げ、これなんかもうほぼ無限に回せるやん。7コンボ8コンボ、うわ、8コンで終わっちゃったか。うえー、3色しか出てけへん、さっきからずっと。あれ、斜め移動ってあったよな。で、これで横にして、で、ここもこうやって、どうよこれ、彼なら落ち込むやん、これが。おい、いけいけいけ、あー惜しい。あー、さあボス戦や。いや、この曲、夏は伊藤健のこのラボスさんの曲めっちゃ死ぬほど聴いた昔。トゥルルルトゥルルルルルルトゥントゥントゥルルトゥン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 トゥ、はい、楽勝クリア。え、そんな簡単に進化とかしていいんすか、これ。進化ってなんかあれ、モンスターを最後せなあかんねんな、ほんまは。あ、マシンゴーレムや、エディットパーツ。ちょ、なんかもう、あれ、スマホ版とはちゃうんか、なんか仕様が。これ、対戦モードってやつやろうぜ、これ。なにこれ、マッチング中。人集まるんか、これ。大丈夫か。誰もおらんが、おい。誰もおらんぞ。あ、来た！お、なんか変なアイコンの人来た。やった！ランク29や。なんて読むあれ、プラスマイナス、ルート音符。あとなんか2人ぐらいいけへんかな。うん。イベントは人多いんちゃうか？さすがにイベントやったらやってる人いるやろ。あ、来た、う、来た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 、みんな来たぞ。あ、しかもあれだね、パンドラや、パンドラ。パンドラデッキめっちゃ使ってた、パンドラ。ランク40。あ、来た、ケイトさん、ソニア。あとなんかさっきの音符さんもおるし。4P まで集まったやん。やろうぜ、みんなで。行こう。あ、もう一人来た。あ、すごい、すごい、あ、めっちゃ、あ、なんかあの、多分全部コンピューターだ、これ。後のやつ。やったぜ。やれる、これなんか、どうなんの、その、8人でパズドラって何。はい、お、誰からや。あ、俺から行っていいんすか。行きますよ、俺。なんかランク1やけど。じゃ、しかも強烈なキャラも行ったるわ。強烈なやつお見せしますね。よし、あ、緑が、あ、緑こうやったらでもいけるか。横1列なくなったんで痛いけどな。これどう、これ5コンボ落ち込ん。あー、まあまあまあ、よし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 、
まずは1匹スキルも使えるやん。てかスキルも全部ぶっぱしようや。じゃあこいつ全ドロップを5属性回復ドロップに変化。あんま意味なかったわこれ。あでもなんかちょっと配信ハイパイが良くなった。これはじゃあ俺の神コンいきますよ。これ無理やりなこの黄色いやつとかをこういくね。うどうしようこれ。斜め無理。ここ斜めいけないが、ここの斜めっていけねえのかよ。まあじゃあいいや、ここでちょ下手くそすぎる俺。パズドラ減ったやな俺。まあいいやこれで。さあ五色消しや、いけ。さあいったんちゃうか。おいオッケー。これなんか知らんパーティーいつの間にか持てねえ。これなんだ。あこいつ何やったっけ。なんか強いやつやんこれなあ。まあちょっともうとりあえずテキパキ行った方がいいんか。味方が待ってくれてんのかなこれもしかしたら。えどうすればいいこれ。闇ドロップを配合したいんだけど。闇ドロップ配合無理。いやこれでいこう。で闇をこう配合してさらに、まあ、こんな感じか。養殖原子ナイス。うわーいい悪くない。いやでもなんかボスみたいなやつが勝てえな。でさらにじゃあ俺こっからコンボを決めていくんですが、こうですかね。あーでもいやわかんない。こうか。いやごめんこれもう一個あの闇と変化すべき。あーまあ落ち込んだったからいいか。落ち込んでられたな。タイムっていうのがなんか減ってってる。何このなんかマスタードラゴンみたいなやつだ。マスタードラゴン来たわ。どうやこれで五色や。落ち込んいけ。うーわ勝てやるじゃねえか。なかなかだったらお前みたいなもん雑魚は何なんかタイムアップしちゃったんですけど。あれお最大コンボ11コンボでプラス1万。おおおお最大ダメージ。あその中ランキング競うんか。最大特殊ゲージボーナス32回。おああすごい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 。あで俺にポイント全然入ってけへん。俺あのサワヤドラゴンにすら負けてる。ないコンピューターであろうサワヤドラゴンに負けてますわ。あーやっぱこのあれね、パンダの人が優勝。116,445ポイントやって、バケモンやん。しかもランク14上がったわ。おー何これ。つや曜日なる肌色の訪問者みたいな、ちょっと漢字が難しく読めないんですけど、なんかダンジョン名も選べるんだねこれ。でダウンロードしてここにぶち込めばできるんだプレイが。え、じゃあちょっと行ってみましょうよこのクソむずそうなダンジョン。行こう。あでそっかパーティーも選べる。いや紫統一がいいかもな。どうすかこれ。エスカマレ軸のエスカマレ軸がよくない。ちょこれでちょっと挑んでみるわ。さあ俺は初見でクリアできるのかどうか。行きます。全然強化してないけどなこのパーティー。お前しょっぱなクソ強そうじゃねえかよ。サンタナイダー火属性毒ドロップ発生。ちょっと待ってやばそうじゃねこれ。ここからスタートします。で落ち込ん狙いででこういってまあこんな感じかな。どう、まあ、9じゃない割と。落ち込ん、あいったいった7コンボや。ただ闇ドロップが、待て、そうか闇ドロップ消さなあかんねこれ。闇属性パーティーやから。ちょっと待てよ、闇属性パーティーやから闇ドロップ消さなあかんこと忘れてた。水を縦作るか。縦5で。さあ来い落ち込ん来い。さあいけ。あーごめん勝てない。あーこれ無理勝てないこれ、うん、ああちょっと待て。ただ俺にはスキルがあるまだ。ちょっとこのターンは一旦これでステイか。溜めて、いやこの炎痛えな。ただ俺にはスキルがある。あーはい、一旦攻撃力2倍、これ使う。2倍使う。光ドロップ闇でも光ドロップ全然落ちてない。回復を闇に変換、これは最強。よしこれで、でなんかこうか、こうで
で闇もう一個作って、どうだこれで、頼む、はじけ、ナイス、その落ち込む勝てる気しないっすね。あ、でもすごい出てきた、いけ、頼む、これがもう俺の最後の力だ。あ、よっしゃ、一匹倒した。また強そうなの出てきた。ああ、いきなり開幕おったな、昔なんか開幕からこうダメージ出してくるやつ、だからそれを計算してなんか立ち回らなあかんみたいな。これで斜めがいけねえのかこのゲームは。でも多分ここに置けば落ち込んなんない、いや、なんないか。めっちゃ硬いね、こうだ、頼む、ナイス、闇を行ってくれ。なんだそれ。うん、